岡田外務大臣が記者会見で沖縄・普天間基地の移設について県外への移設は事実上考えられない状況だと述べました普天間基地移設をめぐっては今週アメリカのゲイツ国防長官が来日して日本政府に対してアメリカと合意している名護市のキャンプ・シュアブ沿岸部へ移設する今の計画を早く進めるよう迫りましたしししかし岡田大臣は政権交代し 民主党が野党時代に反対してきた案だなどとして計画を検証する作業を続けることに理解を求めていました先ほどの会見で岡田大臣は今から国外や県外を検討すれば時間がかかり普天間基地の現状を続けることになるとして沖縄の負担を軽くするためにも県内に移設するべきで岡田大臣としては嘉手納基地への統合案を検討していることを明らかにしました